の意味で判断します。ルカリオかな、これルカリオじゃなかったらあれですけど、まあルカリオじゃなかったらコンピューター倒してくださいって感じですけど、とりあえずとりあえずルカリオと予想して、攻めは主戦はい、ルカリオだ、よかった。さあ、今回、そうですね、ネスに、モスタルさんがネスに対して、ルカリオ使うの、多分、大会では初めてなのかな。さあ、7分半スタートでお願いします。さあ、今度のカードはネスとルカリオ。さあ、モツナメさん、つい最近までネスには竜を当てたんですが、竜の勝率がちょっと悪いですね。悪いため、ルカリオに変更して戦っていきますが、しかし、このカード、ルカリオの補正関係なく、ネスの後ろ投げと空中で撃沈されてしまうので、ルカリオからも非常にやりたくないカードのはずですね。あと波動弾で待つことができないから、そうですね、ルカリオ側としてはやっぱりやりたくないんじゃないですかね。まあ再幕があるため、ルカリオの波動弾ステージは振っちゃうので、なかなか待てないですね。それはそこは PK さんのアタック、しかしここをしっかりかわしてる。さあ、波動弾読みで横スマを応じとく。そしてね、あと波動弾を横スマで返せるのも非常に強いですね。さあ、ここは前投げ選択。ほら横スマ、あー違う、横スマ横火でしたね、今の。しかし横火今の、つかめず、ほらえほら大丈夫、おっと今の、何も起こらなかった。ちょっと今のもったいなかったですね。さあ、ここは波動弾を打って、ほらここは回避の波動弾はあって、しかしこれはまだ撃沈にならない。さあ、ここはしっかり相手の空中回避を見て、波動弾を打っていった。さあ、これは、しっかり、これは、しかし、ここは怖いのは、ネスの後ろ投げ。後ろ投げには非常に注意していきたいところ。後ろ投げと空中ですね。掴んで見ないから、しかしここコンボ体制があるため、なかなかコンボには繋げられない。さあ、どちらも非常に地球重い。さあ、ここは回避を読んでしっかり空中を当てる。さあ、やはりこのネスの空中ウェイが非常に強い。掴んで空中ウェイが繋いでいく。さあ、この空中ウェイ非常に強い。反撃がない。ほら回避を見てる。しっかりここは回避を見てる。あと、これは回避に揃って、見ないから。ここはピッ、おっと、うまい今の。今のカウンター非常にうまい。PK サンダーアタックを見て、しっかりカウンター決めていく。さあ、これは ?69%、69%。パーセントは同じ。さあ、空中へ、この空中へ、範囲が広い。そこのダッシュで、着地狩り。さあ、ここはハードダウン。回避上がりをハードダウンでしっかり勝ってくる。さあ、
どちらも怖い。出してで。しかしこれは浮かずに横火。しかしこれ回避して。トピーキファイアから空中までつなげていく。さあ 100%、104%。非常にわからない展開。さあおそらく、お互い残りあと一撃というところ。さあどうなの、しかしこう避けている。さあ空中飛狙ってぞ。ここは空中飛狙ってるから後ろ投げ、しかしまだ激戦にならない。ここおっとうまい、しっかり受け身取ってる。ここは作戦の波動弾、しかしこれは激戦にならない。さあ分かんないぞ、分からない状況。これでお互いよくよくあと一撃ってところでしょう。さあここは波動弾割って、一戦目取ったのはモツナメルカリオ。あれ待って待って待って、なんか2ストックになってんだけど。え、これ2ストックになってんだけど、なんで？マジかよー。本当にこういうのたまにあるよね、なんか悲しくなってきた。これどうすりゃいいかな、本当に。なんか、勝手にルール変わんのちょっとやめてほしい。リストックなので、これはやり直しです。ハンデはあるんだけど、なんかストックが変わったり、タイムも変わった気がするんだよね。やっぱタイム変わってるよね。どうなんだろう本当にこれ。俺なんかミスった。あ、パーセント？これもリセットされたのか。もう一回確認しよう。多分パーセントか。あれさっき300%だったんだけどな。なんだろう。そこら辺でぐだるのは本当に申し訳ないな。しかもランダムになってるし。さあ、気を取り直して7分半スタートでお願いします。さあ、2戦目。
さあ、もつためさん結構、ネスにも負けてるので、さあ、この対戦、一本早めに取っているので、こっから、二本取って、次の駒に進みたいところだが、さあ、回避を読んで、しっかり掴んでる。さあ、ここは、横火当たらず、さあ、回避を見てるか。さあ、パーセント5分。59%、50%。空中へ刺して。さあ。68%、50%。空中へから空中へ。PK3 だ。PK3 だ。これ着地狩り。さあ、しかし空中は当たらず。回避してる。ウェビー自分戻ってきて、さあ横スマ当たらず、おっと今下鏡、下鏡当たったが掴んでいる。さあここは様子見。さあルカリオがパーツに溜まっているので、さあ様子見、ちょっとこれはさらに様子見、動かないと思った。さあおっとこれはTK サンダーに、TK サンダー相手浮いてるとこに、ハードダウン刺して、さあ、横 B が発動してるため、一回復帰して、さあ、さあ、相手の前をしっかり管理して、掴んで、これは後ろ投げは？おっと、これは撃墜されてしまう。さあ、やはり、ネスの後ろ投げはやっぱり強い。何回も言ってるけど、強い。空上から、しかしこれは繋がらず。カウンターを狙ってが、しかしこれは、うまく決まらず。ここは、掴んで、踏み投げからの空上。出してから。さあ、有利状況を取ってるのは、もうつためるかりよ。しかし、タランデンス、こっから逆転するのは何回もある。掴んで、前投げから引き挟んだ。これはカウンター。さあ、ここはカウンターヒット。ほらダークで押し出して。掴んで、前投げ。さあ、有利状況今度作ってるのはタランデンスだが。さあ、しかし、甘いハードダウン打てば、ネスが回復してしまうため、甘いハードダウンを一切打てない。ところ空中へ。今の PK3 のミスか？さあ、空中ショー見たが、その前に空中ニュートラルが早かった。ところこれは、空中をうまく刺して、ハードダウン舐めからの空中後ろ。勝ったのはモッツァメルカリオ。ここで敗者側、準決勝に進んでいく。